可能性を広げる。年間本100冊、論文300ペーパーを読み漁り、誰かが言ったことでなく論文から出て結論しか信じられなくなった論文男がお送りをします。さあ本日は前回と引き続き身長祭りということで、身長伸ばすサプリメントベスト5をお伝えをしていきます。論文プラス身長182センチの私の経験、そして理学療法士という経験をもとに科学的に解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは本日の流れです。はじめに身長を伸ばす可能性を広げるサプリメントをランキング方式で発表し、最後にそのサプリメントを飲む際の注意点を徹底解説していきます。注意点を守って飲まないと身長を伸ばすどころか止めてしまう恐れがありますので、ぜひ最後までご覧ください。いつものことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速いきましょう。まずは第5位ですね。第5位はクレアチンです。筋力トレーニングをやっている方ならほぼほぼ知っているサプリメントになりますが、筋トレ効果を爆上げしてくれるクレアチンが身長を伸ばす可能性を広げる第5位になります。クレアチンが身長を伸ばしてくれる理由には2つありまして、ストレスホルモンであるコルチゾールを減らしてくれることと、テストステロン値を爆上げしてくれるということが身長を伸ばす理由になります。以前にもお伝えしましたが、ストレスを感じると分泌されるコルチゾールというのは成長ホルモンとは真逆の作用を持っていますので、コルチゾールが増えると成長ホルモンの分泌が低下してしまいます。一つ目の理由のコルチゾールを減らしてくれるっていうのは2014年のバラナ大学の研究で明らかになっていまして、17名のプロスイマーを対象にしてクレアチンを飲んだグループというのは大幅にコルチゾールが低下するという結果が出ています。対象者が17名と少ないですが、クレアチンを服用していたグループというのは私たちが通常持っているコルチゾールの平均値よりも値が低くなったということでしたので、ストレスホルモンを減らして身長を伸ばす可能性を広げるためにクレアチンはとても有効になります。そして2つ目の理由のテストステロン値を爆上げしてくれるという部分ですが、テストステロンというのは男性ホルモンのことです。体を大きくしたりとか骨を丈夫にするためには欠かせないホルモンがテストステロンになります。様々な研究でクレアチンを飲むことでテストステロン値が上がるということが証明されているんですね。ただしこのテストステロンというのは骨を急激に成長させる代わりに骨の骨端線を閉じる役割を持っていますので、骨の成長を早めに止めてしまうということも起きます。骨の成長を止めてしまうならダメじゃんってなるかと思いますが、確かにこのテストステロンを飲むことで骨の成長を止めてしまうんですけれども、飲む時期さえ間違いなければ骨を急激に強くして身長を伸ばす可能性が上がります。以前放送した身長を伸ばす筋トレマニュアルでもお伝えをしましたが、筋力トレーニングというのは思春期症状が出てきて身長の伸びが緩やかになった時期から始めることによって身長が伸びやすくなります。これクレアチンも一緒で、思春期症状が出る前に飲んでしまうとテストステロンの影響で早めに思春期が来てしまって身長の伸びが早く止まりやすくなってしまいますので、クレアチンを飲むタイミングというのは思春期症状が出て徐々に身長の伸びが緩やかになってきた時期になります。この時期に服用することによって骨の成長を増大させる可能性が上がります。間違っても思春期症状が出る前には飲まないようにしてください。次は第4位です。第4位はロイヤルゼリーです。なんとなく聞いたことがあるかと思いますが、栄養食品としては有名なロイヤルゼリーが第4位にランクインです。このロイヤルゼリーですが、身長を伸ばすために必要なビタミン B6 とアミノ酸、タンパク質が豊富に含まれています。2009年にセルビアから出された論文では、12歳の25名の少年を対象にしてロイヤルゼリーのサプリメントを2ヶ月間服用したグループと服用しなかったグループで身長に有意な差が生まれたということで、ロイヤルゼリーを飲んでいた少年の方が身長が2ヶ月後には高くなったという結果が出ています。ただし参加人数が少ないのと対象者が少ない割にスタート時点での身長に大きな差がありますので、信頼性としては今一つという感じになっています。次、第3位がアルギニンです。身長を伸ばす栄養素としては聞いたことがある方も多いと思いますが、身長を伸ばすために必要な栄養素であるアミノ酸の中でも体の中で作り出せる量が少ないのがこのアルギニンという栄養素になります。体内で作り出せる量が少ないということは食品から補う必要がありますので、よくある身長を伸ばすサプリメントでもアルギニンを謳い文句にしているものが多いんです。アルギニンに関しては1982年に出された論文や2012年のケンブリッジ大学から出ている論文から成長ホルモンの分泌を促進するということが明らかになっています。1982年という相当昔からアルギニンというのは体を成長させるためには重要ということが言われているんです。ただしアルギニンと成長ホルモンの関係は、たくさんの研究で明らかになっているんですが、実際の身長という部分では関連性を見た研究が少なくて研究の対象者も少ないので、確実にアルギニンを飲むと身長が伸びるということは言えません。ただし研究者からは正常に体を成長させるためにはアルギニンは重要であるということが言われていますので、元々の体の潜在能力を発揮するためには必要な栄養素だと言います。なので食が細くてあんまり食べ物から栄養を補給できない方は、この動画の最後に説明する注意点を参考にしてもらった上で検討してもらえたらと思います。では次、身長を伸ばす可能性を広げるサプリメント第2位が亜鉛です。
昨日の嘘でもあった亜鉛が第2位にランクインです。おいおい1位じゃないんかいって思う方もいるかもしれませんが、私論文男の見解では第2位が亜鉛になります。また詳細は説明欄に入れておきますが、2017年のタイから出された論文からは140人の子供対象にして、亜鉛のサプリメントを飲んだグループでは飲まなかったグループと比較して6ヶ月後の身長に約1センチの差が生まれたということで、研究の手法としてもランダム化比較試験という信頼性が高い研究デザインになっていますので、亜鉛は身長を伸ばすために有効であるというような結論が出ています。ただし昨日の動画でも説明したように、用法用量をしっかりと守らないとえらいことになりますので、ここは注意が必要になります。そして第1位がプロテインです。おいおいサプリメントじゃないんかいってツッコミをもらえそうですが、私の男の見解と科学的な見解を合わせると、最も重要なのがタンパク質で、良質なタンパク質であるプロテインこそが身長を伸ばす可能性を圧倒的に広げるサプリメント兼食品になります。2015年のマサリク大学の研究から世界105カ国の男性を対象にして身長とタンパク質の関連性が明らかになっています。105カ国を対象にしていますので、本当に様々な国で調べていますし、もちろん日本も入っています。結果としてはグラフでも出していますが、身長とタンパク質の量が相関係数 0.74 で、身長とタンパク質の品質が相関係数 0.85 という驚くべき相関係数でした。つまりタンパク質の量と質というのは身長を伸ばすのにめちゃくちゃ重要ということです。特に日本などの先進国では身長を伸ばすために重要なことはタンパク質の品質という結果が出ています。実際の研究データのグラフを見ていただくとわかると思いますが、タンパク質の品質を大切にしている国ほど身長というのは右肩上がりに上がっていきます。つまりタンパク質の量はもちろんなんですけれども、高品質のタンパク質を摂取することが身長を伸ばすためにはとても重要ということです。特に部活を始める中学生ぐらいになれば十分なタンパク質を摂る必要がありますので、ここでのおすすめがプロテインになります。まあ、なんとなくプロテインというふうに聞くと体に悪いみたいなイメージを持っている方もまだいるかもしれませんが、現在のプロテインは脂肪分が少なく、肉よりもタンパク質の吸収率が高いので健康食品としても有名です。どうしても成長期というのはタンパク質の摂取が不十分になりやすいので、プロテインで補うようにしてください。以上が身長伸ばす可能性を広げるサプリメントベスト5です。そしてここからはこのサプリメントを飲む際の注意点です。この注意点を守らないと身長が伸びるどころか身長の伸びを止めてしまう可能性がありますので、必ず最後までご覧ください。サプリメントに関する注意は2つだけです。1つ目はサプリメントを飲んだからといって 100% 身長が伸びるわけではありません。よくサプリの歌い文句に絶対に身長が伸びるとか確実に身長が伸びやすくなるみたいな話を目にしたことがあるかと思いますが、サプリを飲んだからといって 100% 身長が伸びるなんていうことはありえません。今回紹介するサプリメントも用法用量をきちんと守って服用してもらうと身長が伸びる可能性を広げるものになります。そして2つ目が、全ての人が飲んでいいというわけではありません。サプリメントは過剰にその栄養素だけを体の中に取り入れますので、副作用というのも体に現れます。特にお手軽に手に入るサプリは安全と思っている方も多いですが、サプリを飲むことによって体調を崩して成長ホルモンの分泌が下がるという危険性もあるんです。今回紹介したサプリでは、ロイヤルゼリーやアルギニン、プロテインは取りすぎると胃腸に負担をかけますので、下痢や嘔吐という症状が出てしまいます。クレアチンは骨端線を閉じる作用を持っていますので、取りすぎると身長の伸びを止めてしまいますし、亜鉛に関しては一番恐ろしくて、下痢、嘔吐の症状だけではなくて、食欲低下や頭痛などの症状も出ますので、食事が取れなくなったり、運動ができなくなってしまい、成長ホルモンの分泌を妨げてしまいます。またサプリというのは生成過程の中で重金属なんかの有毒な物質も混入しやすいので、体に毒素が溜まってしまい成長ホルモンが出にくくなるという状態に陥ってしまいます。なのでサプリを服用してもいい方というのは、親がベジタリアンで栄養が偏ってしまう方や胃腸が弱くてあまり食事を食べれない方、そして圧倒的に運動量が多い方になります。私自身の考え方としては、圧倒的に運動することによって成長ホルモンの分泌を爆発的に上げますし、サプリメントで的確な栄養補給をすることができます。また汗をかくというのはデトックスにもなりますので、サプリの弊害でもある有毒な物質というのを体の外に排出してくれます。なのでとにかく運動する、そして十二分な栄養を食事で補ってもらって、足りない要素はサプリメントで取ってもらうという流れが身長伸ばすサプリの有効活用方法になります。用法用量を守ったサプリは最強の栄養補給方法になりますので、ぜひ実践してみてください。では最後に簡単なまとめです。食事で十分な栄養補給ができない方や、圧倒的な運動量で食事で栄養を賄えない方は、サプリメントで栄養補給をすることによって身長を伸ばす可能性を広げることができます。身長を伸ばすサプリメント第5位がクレアチン、第4位がロイヤルゼリー、第3位がアルギニン、第2位が亜鉛、第1位がプロテインになります。それぞれのおすすめのサプリメントは説明欄に URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それではまた会いましょう。バイバイ。
本日もありがとうございました。このチャンネルでは論文や本をベースにして生活を豊かにする情報を放送しています。週3回、金土日の夜7時、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。